はい、かねさんです。みんな元気ですか？今日はプルメリアを作ってみたいと思います。これ置けるタイプよ。下に置けます。置いて飾れるタイプね。はい、もうちょっとはめておきます。こんな感じかな。さあ行きましょう。3ブラウン。160、今日は160と5インチ使います。これね、ジェマールね。で、色をちょっとチェンジだから、イエローを使いたいと思いますよ。イエローとホワイトね。まずホワイト、膨らましてます。残りの長さが、だいたいまあこれ、3インチ about left please。7.5 センチぐらい残してください。いきます。5つ輪を作るから、輪の大きさがだいたいね、このぐらいかな、このぐらいだね。10センチぐらいかな。10センチぐらいの輪を作ります。1、持ったまま、2、見ながら、3、4、プッシュして、見ながら、もうちょっと大きいかな、見ながらやる。はい。ちょうどぐらいかな。ちょっと長いね。はい。これを5つ作ります。あ、ちょうどよくなったか。ちょうどいいんだ。うん。はい。5つの輪ができました。次。イエロー。イエローもほとんど膨らませます。これだいたい 12.5 センチぐらい残してください。Please 4 to 5 inches left, please。まず、1ピンチツイスト。1つピンチツイストを作ります。1 make ピンチツイスト please make。作って、で、これよりも、この中に、I want to put in、the yellow balloon here。だから、入れたいから、これよりもちっちゃくする。で、これはね、これも同じく輪にします。ちょっとちっちゃめの輪を作って、回す。このぐらいかな。ちょっとちっちゃくてもいいかな。このぐらいでもいいよね。はい。だいたいね、まあ、2 or 3 inches about 5センチから 7.5 センチぐらいの輪を作ります。2、3、3、4、もうセンターずれてきたっけ、センター合わせをしてもいいで、合わせて、最後。もう一つ作ります。このぐらい。はい、作りました。これカットします。カーテン結びで結んでおいて。これで前に作ったんだよね。リメイクバージョンだから。で、160だったらどうなるかなと思って、今日は160がありますね。これとこれを合体させたいの。で、こういうのを使います。こういうのとか、こういうのを使います。センターとセンターが近づけばいいから、これをまず一回、ギュンと引っ張って、白に巻きつける。ギュンと。で、白を使って、イエローに巻きつけていきます。で、離す。で、今度どうするかっていうと、これを今から、この中にイエローを入れていきます。ゆっくり回しながら丁寧に、この中にこれを方向直角に変えて入れていく。はい。入れます。これを繰り返します。入れて、体使っていくよね。入れて、こっち側に入れて、まあ要は5つの中にこの丸を入れていけばいいです。入れます。はい。大体今入れたら、なんかピンチさっき作ったでしょ、1個ね、ピンチ。ピンチがちょっと埋もれてるから、このピンチを救出してあげる。広げながら、ピンチシートを反対側に持ってきます。逆に言った後に表がいないってはい、ここにありますね、ピンチツイストが。これをどうするかっていうと、これをね、こう重なるようにして、ぐるんと回していくの。だから例えばこれとこれだったら、この上にここにこれが乗っかるような感じですよ。こう、それをゆっくり丁寧に乗っけていきます。ゆっくり乗っけて、ゆっくり乗っけていく。体使ってやっていいからね。で、ちょっとこの中に入りが悪かったら入れてあげる。入れてあげたら、だいたいまあ、ちょっと落ち着いてくれるんですよね。こうやって。で、この、本当は、腕輪とかにする場合は、もう一個ピンチツイスト作って、で、腕輪にしてあげるんだけど、患者さんとかにあげるときはね。今日は、置くタイプをやるので、これはアクアマリンの風船を、5インチ。海の夜でしょ。膨らませて、もう大きくて、さっきちっちゃかったけど、ちょっと大きめにするね。結んだものを、この裏に、一回、こう、押さえながら、一回回す。ぐるんと回して、近づけます。また、あと整理すればいいけどね。こうやってやってあげると、で、あと、これを、こういうふうに、この黄色の横にこっちが来るようにするの。黄色の横にこれが来る。黄色の横にこれが来る。で、ピンチツイストをちょっと調整してあげると、収まってくれる場所があるので、収めてあげてください。こんな感じかな？はい、できましたね。はい、できました。黄色もいいね。マスタードと黄色のプルメリアです。はい。できました。じゃん。はい。じゃあね、ぜひ、夏の飾りに、アジサイもね、結構好評で作って差し上げてるんだけど、だいぶ咲いてきたでしょ、アジサイがね。ハイドレンジアがね。夏に向けてまたいろいろ考えていきたいなと思っています。プルメリアの保育園とか病院とかの受付とかに置いてもいいし、こうやって置いて飾れるからね。5インチをつけることで、色はね、いろいろ変えてもいいと思います。はい。それでは、今日はプルメリアを作ってみました。リクエストっていうか、メッセージいただいた方ありがとうございました。そんな難しくないので、収まりが悪い時はピンチツイストをちょっと大きめにしたりとか、動かしながら、バランスを保っていけばいいと思います。腕輪にするときには、もう1個ピンチツイストを作った方がいいんで、後で作るよりも最初に2個作ってから黄色は、5つね、輪を作っていった方がやりやすいと思います。はい。それでは、皆さん、まだまだコロナは続きますが、頑張っていきましょう。僕はもう相変わらず、世の中は普通に戻っていくので、さらに、警戒心を上げて消毒しまくってます。うん。かからないようにね。うん。だって広げないように、院内感染も防ぐように、とにかく消毒してるかな。手洗いとうがいというか、うん。洗ったりとかしてます。ので、熱中症ならないように気をつけながら、夏を過ごしましょう。それでは、バラードカネさんでした。また会いましょう。バイバイ。